お掃除した毛はどうだったでしょうか。おーっと、ふわふわとした毛がマシネコ。今の時期悩みといえば抜け毛、みんなどうしてる？そんなあなたにおすすめのお悩み解決商品はこちら、シュルルルルルドーン、パクパクローラーでございます。裏面はこういうなんか毛を取るやつとかになってて、ストラップを通す穴もついてんだよ。近くで見るとこんな感じ。みんなこういうの見たことあるでしょ。このカパカパする機構が毛を巻き上げて、ここをポチッと押してここを開けると、この中に巻き上げた毛が入っているっていう仕組みなんだよ。みんなどんな感じになるか気になるでしょ。今回は他の毛のお掃除グッズの一網打尽さん、これも人気だよね。そしてこれダイソンさん、確か絨毯用のやつつけてます。そしてパクパクローラーさん、この3つで比較していくよ。まず最初は一網打尽さん、レッドダウン。さあ一網打尽が走り出した。まずは1ストローク目、さすが一網打尽、1ストローク目で毛を巻き上げてきた。おっと、巻き上げた毛がコースを邪魔してる。それを気にせず突っ込んだ。おっと、やっぱり気になるから毛をコースの外へ。ここからは早回しでご覧ください。一網打尽6ストロークでフィニッシュ。さすが一網打尽ですが、お掃除した毛が気になるところでしょうか。さあ次はダイソンさん、レッドダウン。まずは1ストローク目、おっとすごい、1ストロークでほとんどの毛を吸っております。ダイソンさんすごい、わずか3ストロークでゴール。そして最後はパクパクローラーだ。果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。ここで一旦お知らせです。チャンネル登録お願いします。さあ最後にパクパクローラーだ。まずは1ストローク目、おっとだいぶ毛が残っている。2ストローク目でも毛がだいぶ残っている。4 5ストローク目、6 7 8 9 10 11ストローク目でゴール。なんと一番期待しておりましたが、毛が綺麗になるまで最もストローク数が必要でした。さあお掃除した毛はどうだったでしょうか。おーっと、ふわふわとした毛が巻き上げられております。これはすごいですね。お掃除がとっても楽ちんですね。おっとスタッフさん元に戻しました。それでは項目ごとに見ていきましょう。まず価格は一網打尽さんもパクパクローラーさんも安いです。でも一網打尽さんが一番安いです。使いやすさは圧倒的パクパクローラーさんだね。軽くて持ち手がついててシャカシャカできるんだよ。ダイソンさんは重いし、一網打尽さんは持ちにくい。お掃除能力は圧倒的ダイソンさん、一網打尽さんもすごいね。この2つと比べると多少弱いけど、パクパクローラーさんもなかなかのものだよ。後始末に関してはダイソンさんとパクパクローラーさんだね。一網打尽さんはお掃除能力高いけど毛が舞うんだよ。あー綺麗になって気持ちいいな。ちなみにカリンチはさ、パクパクローラーさん使ってるよ。ということでみんな参考になったかな。画面の下の説明欄のところにさ、リンク貼っておくから、詳しく知りたい方はどうぞだよ。それではペットの抜け毛のお悩み大解決。励みの高評価、あなたにおすすめの動画、ブルボンで今食べたいルマンド。今回はスタッフさんのお気に入りの商品を紹介してみたよ。うん、比較面白かった。パクパクローラーが圧倒的かなと思ったら、みんなそれぞれ強みがあったね。良き気づき。